てたの。でも本当はすごくかっこよくてね。それも何度も聞いたよ。今日はお父さん帰ってこられると思ったんだけどね。いつものことだろ。ひまわりも母ちゃんのこともほったらかしじゃねえか。無理を言わないの。お父さんたちのおかげで里が守られているんだから。さ、食べよ。